昨日と全く同じスタメンで組んできました森山ヘッドコーチです。背番号0マーフィー兄弟のお兄さんエリック・マーフィー、そして6番長谷川智信。勝負どころクラッチタイムに強い渡辺翔太、背番号15をつけます。中に入れる、バーレルが持って時間いっぱい、3秒2秒時間いっぱいで、ここで打ってきた、しっかり決めました。24秒いっぱい使ってリングに当てましたが落としています。さあ素早く前に持ち込む、シュートではなくウォッシュバーンを選択。福島はカンバラが入って、神里が進める、そしてバーレル、神里のスリー決まりました。これで同点です。トモリにボールを通して水野、もう一度トモリ、トモリが打ってくる、タフショット決めました。3本4本といきたいところ。さあ福島もアリウープでいった、これは見事な連携プレー。水野カンタ、そしてアリウープ、ウォッシュバン、3秒2秒1秒オリバーが打ってきた。さあしかしオフェンスリバウンド取っています田中誠也、バスケットカウント。さあ田中がリング下で決めてきました。一度出します、バーレル、4秒3秒神里で行くのか、2秒1秒時間いっぱい、田中誠也決まった。24秒いっぱいを使って田中誠也のスリーポイント。田中誠也、田中のスリー決まりました。このプレーを待っていた仙台が先に50ポイントに到達。さあ長谷川、ウォッシュバンダーダンクだ。さあそしてもう一度キャプテンの菅野へ、中に入れてくる、菅野からウォッシュバンというところですが笛が鳴っています。これをつないでいくジャスティン・バーレル、2秒1秒3できた、決まりました。3本目、神里和む。早い時間帯かもしれませんが着々と今シーズン初勝利に向けて近づいてきているジャスティン・バーレルから神里、中に通してバーレルのダンクだ、ボーズ&ダンク。サーブ運んでサイドを使ってくる、スリーですが神里落ちている。さあダンクだ、ジェロームメインセイ、オフェンスリバウンドから。207センチ、高さがあります。もちろんパワーとテクニックもあります。さあここで水野が反撃の2点、しっかりと流れは切ってきます。さあ残り仙台も流していきます。時間がなくなっていく。最後は打ちません、デビン・オリバー。ゲーム終了。